はい、こんにちは、116インズです。3月もそろそろ中旬に差し掛かろうという時期になってきまして、2024年シーズンの開幕もだんだんと近づいてきましたね。ドジャースとパドレスによる韓国での開幕戦、ソウルシリーズも来週行われる予定ですので、いよいよ今年も野球がスタートするなぁといったところでしょうか。というところで、今回は毎年恒例の企画とはなっていますが、今年2024年シーズンでのブレイクに期待したい選手をピックアップする動画となります。昨年挙げた選手たちは、まあ正直なところあまり結果を出せず、予想としてはさっぱりでしたが、今年はどうなるでしょうか。今回7人の選手を選んでみましたので、早速その選手たちを見ていきましょう。まず1人目は、まあ多くの人も期待していると思いますが、ロイヤルズの先発左腕コール・レイガンズ。もともとは2016年ドラフト1巡目指名を受けた選手ですが、2度のトミー・ジョン手術と2020年のマイナー中止などもあって、デビューが2022年までずれ込んだ選手。昨年移籍前の時点で制球面は不安定だったものの、球速が大幅にアップしていたところ、ロイヤルズに来てからはそのアップした球速を維持しながらコントロールを安定するようになりまして、移籍後12先発で防御率 2.64 と高騰、 K パーセント 31.1% と支配的なピッチングもできていました。昨年後半戦のレイガンズは本当に今までとは別人といった印象で、こんなにすごいピッチャーだったけと何度も思わされましたし、実際ファングラフサンスのウィンザーボリプレイスメントによりますと、後半戦のレイガンズが残した 2.4 という数値は同期間の MLB 全投手中2位タイと、 MLB でもトップクラスのピッチャーだったとも言えるでしょうか。このクオリティのピッチングを1年間通してできればリーグでも有数のピッチャーとなれそうですが、どうでしょうか。2人目はマリナーズのブライス・ミラー。2021年ドラフト4巡目指名、将来はリリーフ向きとも言われながらもプロ入り後先発として急成長を遂げ、昨年早くもメジャーの先発ローテーションに定着。25先発で防御率 4.32、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメントで 1.2。 ミラーが持つ90マイル台中盤の速球はリーグでも有数のスピン量を誇り、 MLB レベルのバッター相手に対してもそれが十分通用することは証明できましたが、ただ一方で特に左打者相手の投球に課題を残しましたね。左右別の成績を見てみますと、対右の非 OPS が5割4分9厘とかなり抑え込んでいるのに対して、対左は OPS9 割1分7厘、その弱点を見抜かれ、相手チームもミラー相手に左打者を多く並べてきました。で、そこを対策すべくオフの間にミラーが取り組んだのは、左打者から見て外に逃げるような軌道となるスプリットの習得。ミラーが公開した練習時の計測データによれば、回転数や変化量は悪くはなく、シーズン中体への負担も確認しながら徐々に増やしていく方針のようでありますが、信頼して使えるレベルまで上げることができるのであれば、今年が一気にブレイクイヤーとなってもおかしくはないでしょう。3人目はレイズのリッチー・パラシオス。コンフ・カージナルスからトレードで加入した選手ですが、昨年はカージナルスで32試合の出場ながらも OPS8 割2分3厘と好成績を残しています。パラシオスは昨年の平均打球初速が 88.1 マイル、ハードヒット率は 33.3%、バレ率も 7.1% と打球指標に特に優れるタイプではないのですが、ただ昨年の彼は明らかに引っ張りを増やすアプローチにシフトしていて、かつコツをつかんだ部分もあったのかなと思います。昨年引っ張った際のパラシオスの WOBA は5割6分7厘ですし、バレ率も 11.8%、全体の打球指標自体はそこまで光るものがないものの、とにかく引っ張り方向に壺を持っているあたり、レイズでチームメイトとなるイーサック・パレデス2世的な素質を持っていそうで、レイズとしてもそういった期待は寄せているんじゃないのかなと。フォアボールは多くはないですが、空振りが少なくボール球にも手を出さないアプローチもいいですね。基本外野手で一応内野に入れないこともないパラシオスが、今季レイズでまとまった出場機会を与えられそうなポジションがまだなさそうな点は、ブレイクにあたって障壁になるかもしれませんが、面白い素質あるんじゃないかと感じています。4人目はレッドソックスの内野手ボーン・グリソム。コンフ・クリス・セールとのトレードでブレイブスから加入した選手ですね。グリソムは2022年にオルビースが離脱した際に21歳のシーズンで MLB デビューを果たし、いきなり WRC プラス121と結果も残していましたが、ただいかんせんレギュラー陣が強すぎるブレイブスに彼に避けるポジションがなく、今回トレードとなってしまいましたが、しかし昨年トリプルエーダー22歳ながらも108試合で打率3割3分、 WRC プラス135と大暴れしていますし、そもそもとしてメジャーで打てることも一定証明した選手。レッドソックスはグリソムにしっかりと出場機会を与える見込みですし、レギュラーとしてプレーできる保証があるだけでもだいぶ今までとは違ってくるんじゃないですかね。パワーには欠けるタイプですので、打者有利なフェンウェイでどれだけアベレージを残せるか、これがポイントとはなってきそうです。ただこの春幸先悪く怪我してしまって、開幕は出遅れる見込みである点、今季ここがどう影響するでしょうか。新天地で新規一点チャンスをもらえそうな選手で言えば、カブスのマイケル・ブッシュも該当するでしょうか。コンフ・ドジャースからトレードで加入した内野手で、現在 MLB.com が発表する球界全体のプロスペクトランキング51位に入っている26歳のブッシュ。
打席では非常に落ち着いていてボールの見極めにも優れ、フィールド全体にハードヒットできるあたり、特に攻撃面の評価がずっと高くトッププロスペクトとして期待されてきた選手ですが、いかんせん層の厚いドジャースでなかなか十分なチャンスももらえていない状況にもありましたので、カブスへの移籍で少なくともチャンスは増えそう。グリソンも同様、ブッシュも昨年トリプル A で大暴れした選手で WRC プラス150をマークし PCL の MVP にも輝いています。カブスでサードを担えたらベストですが、守備面は平均以下とされていますので、ファーストかあるいは DH か、ポジションについては不透明な部分もありそうですが、攻撃面でインパクトを残せると期待されている選手でありますので、飛躍が楽しみですね。6人目はダイヤモンドバックスの先発投手ブランドン・ファート。昨年の時点でトッププロスペクトとして期待されていたファートですが、しかし MLB デビューからの6先発とにかく打ち込まれまして、防御率 9.82 の大炎上、サイドのマイナー落ちも経験してしまいました。しかし7月22日以降、徐々に本来の力を発揮するようになりまして、13試合で防御率 4.22 とまずまず、名投手コーチとして知られるブレント・ストロムの指導で、これまでピッチャープレートの三塁側から投げていたのを一塁側に変更し、よりゾーンを広く使えるようになったのと、進化を信頼して使えるようになったことで、フォーシームやスイーパーをより活かせるようになったのが良かったみたいですね。昨年のプレイオフではドジャース、フィリーズ、レンジャーズと打線が自慢のチームと相次いで当たりましたが、ポストシーズン計5先発、防御率 3.27、K パーセントも 29.9% と大舞台で輝き、自信もつけたのではないでしょうか。ダイヤモンドバックスはガレン、ケリー、ロドリゲスの3本が揃っていますが、ここにファートも信頼できるスターターとして続くなら、チームの展望もさらに明るくなりそうな予感ですので、昨年後半戦以降の勢いそのままにこちらも成長に期待したい選手です。そして最後はレッズのハンター・グリーン。昨年もブレイクに期待しましたが、やっぱり個人的に諦めきれなかったので今年も入れました。特に剛速球が魅力の選手で、昨年も途中までは悪くなかったんですが、怪我明け以降のピッチングが振るわず、最終的に22試合で防御率 4.82、 自慢のはずのフォーシームはランバリューマイナス12と、平均 98.3 マイルと先発としてはかなり速いブレイにもかかわらず打ち込まれていた印象です。で、そんなグリーンですが、コンフはカーブとスプリットの習得に取り組んだとのこと。結局のところ、どれだけボールが速くとも MLB レベルのバッターともなれば、それが来ると分かっていれば攻略できてしまう、タイミングを外すようなボールが必要という考えのもとでこの2球種の習得に励んだんだと思いますが、これがちゃんと実践レベルで使えるようになり、かつ昨年の怪我も完全に癒えるようであれば、今度こそブレイクとなる可能性はあるんじゃないでしょうかね。支配的なピッチングができる素質自体を持っている選手ですので、今季本格的にプレーオフに手が届きそうなレッズにあって、グリーンが投手陣の中心へと真の意味で成長するシーズンともなってほしいです。ということで、今年ブレイクに期待したい選手ということで7人の選手を選んでみました。どんなシーズンを送ってくれるのか今から楽しみですし、できることなら今回出てきた選手のうち1人でも多く活躍してくれるといいんですけどね。皆さんがブレイクに期待している選手についても読むのを楽しみにしていますので、ぜひコメントに残していただけると幸いです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。